ザギングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。新型 MacBook Air のね、噂、リーク情報がね出てまいりました。こちらね、なので解説したいと思います。実際もう M1 ね買って使ってるのに、もう新型出てきたんかいみたいな、もうあるんですかっていうね、ちょっと言いたい気持ち、非常にわかるんですけども、まあどうやらね結構大きなアップデートになりそうっていうことなので、その次の MacBook Air がまあ具体的にじゃあそのまあどうなっていくのかっていうところだったりですね、まあそこら辺はね、詳しく情報をもとに、お話しいたします。最後の方にですね、まあ発売時期、じゃあいつ頃になるのか、気になりますよね。そこだったりとか、その M1 Air をじゃあまあ M1 のね、今 M1 チップの MacBook Air 出てますけども、今じゃあその買うべきなのか、待った方がいいんですかみたいな、まあこういった質問結構あったので、そちらについてもねお話ししたいと思います。ということで、こちらのチャンネルではですね、 Apple 製品のリーク情報だったり、賢い買い方ですねだったり、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、まあ僕も含めてね、皆さんと一緒に、IT リテラシーをねこう高めるような、動画をね上げてますので、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録していただいてですね、一緒にねちょっと IT リテラシー上げていければと思います。はい、最新情報ね受け取ってください。まあ僕今 M1 の MacBook Air をまあ1ヶ月以上ね、使ってるんですけども、めちゃめちゃやっぱいいマシンですね。まあ 4K 動画とかも、サクサクできますし、まあ詳しくねレビュー動画でね、まあ再生リストとかにまとめて、ありますので、こちらももちろん参考にしていただきたいんですけども、まあそう思っていた中ですよ。そう思っていた中で、もうその新型 MacBook Air の噂が出てきました。情報元としてはアメリカの大手メディアですね。ブルームバーグっていうね、メディアがあるんですけれども、そこの記者のマーク・ガーマン氏っていう方ね、記事なんですけども、一応まあ概要欄に、英語、まあ英語になるんですけどね、まあ Google 翻訳とかちょっと入れていただいて、まあ、貼っておきますけども、まあこの方の情報っていうのはね、まあ結構ね、まあ当たるんですよね。で、まあこの記事によると、まあ新型のその MacBook Air っていうのは、まあデザインが非常にね、こう新しくなるっていうことですね。はい。じゃあどう新しくなるんじゃいっていう話なんですけども、まあ簡単に言えば非常に軽くて、薄くなると。まあなんで昔にね、MacBook 12インチって、あったじゃないですか。まああったんですけども、知らない方いると思うんで、はい。まあ、ああいった12インチの MacBook とかに、まあ近づくイメージかと思いますね。まあ本体はね、まあもちろん軽くて薄くなるんですけども、まあ画面の大きさは、12インチではなくて13インチを維持するっていうことです。まあどうしてじゃあ維持できるのかっていうと、画面のこの縁ですね。まあ僕ら俗に、ベゼルとかね、行ったりするんですけども、まあ、ここの縁が、なくなって、まあ、画面になると。はい。まあ、なので、まあ、その本体サイズっていうのは同じままなんですけども、ベゼルのところがね、画面になるので、まあ、13インチを維持できるということですね。まあ、やっぱり今のそのエアーとかだと、このベゼルがね、結構黒い縁の部分結構広いんですよね。まあ、現代的な、例えば今 iPhone、まあ、12とかね、iPad Air とか、まあ、Pro とか、まあ、そういった、まあ、デザインにね、やっぱ Air も近づいていくと。Mac もようやくね、こう、追いついてくるっていうことですね。MacBook Air がね、まあ、一番売れる Mac なのに、全然その、刷新がされないっていうね、結構批判とかね、実際あったりしたんですけども、まあ、ようやくね、来るのかなと。薄くてね、軽くなるっていうのはね、まあ、基本的にやっぱその、今の M シリーズのチップ、やっぱ Apple シリコンのおかげなのかなっていう、ところがあります。まあ、例えばその昔の MacBook のね、12インチっていうのも、もちろん軽いんですけども、性能的な部分で言うと、まあもちろんね、全然、普通に使う分には大丈夫なんですけども、やっぱ動画編集とかすると結構きついなっていうのがまああったりするんですけどね、感じだったんですけども、まあ今回 M1 チップのおかげでですね、やっぱ性能とかももちろんですし、やっぱ構造的にもね、やっぱ小さく、やっぱ薄くできるっていうこと、例えばその SOC っていうね、システムオンチップとかね、呼ばれたりするんですけども、要するに一つのね、そのチップの上に、まあいろんなね、他の、まあ、機能というか、他のチップも乗せれるんですね、GPU とか。まあなんかお盆の上に全部料理乗せれるみたいなイメージでいいと思うんですけども、なんでその場所も取らないっていうので薄くできるとかだったりですね、やっぱ発熱とかも少ないので、やっぱり薄くできるんですよね。救急車来た。まあ、やっぱ発熱とかも少ないので、まあ、薄いんだけども、その高性能な Mac っていうのがやっぱ現実的になってきたっていうところですね。はい。やっぱ Apple シリコンのこの 1W あたりの性能っていうのが、高いんですよ。まあ、なんで薄くできると。例えばね、こういう表とか見ると、下がその消費電力ですね。なんで右に行くほど消費電力が結構、高いと。で、左側の縦軸ですね。縦軸が、こう CPU 性能になってるんですけども、まあ、上に行くほど、まあ、性能が高いってことですね。まあ、頭がいいと。まあ、M1 の場合は、頭がいいのに、消費電力も少ないと、最強ですか感じなんですけども、今までのね、例えば性能とか求めるとね、性能を求めるとどうしてもその、発熱っていうね、問題が、あったんですけども、
まあ、なんでその例えば中にそのファン冷却の、ね、ファンを入れたりとかで、まあ、どうしてもその本体の厚みっていうのが出てきてしまうんですけども、まあ、それがアップルシリコンっていうのはやっぱ電力効率がいいのでそういうのが不要だと、まあ、人間でいうとねめちゃめちゃこう全力でね走ってるのに、全然ね汗かいてないし涼しい顔して走ってるみたいな、全然熱くならないみたいな、普通ね、こう全力で走ると、まあ、体熱くなるじゃないですか。まあ、そういうのがないと。まあ、体力とかももうほんと消費しないので、まあ、パソコンで言うなんでバッテリーですよね。はい。まあ、バッテリー消費とかも少ないので、もうサイボーグじゃないけど、何ターミネーターかみたいな、まあ、感じではありますね。はい。まあ、もちろんその万能ってわけではないんですよね。M1 といえど。で、また、やっぱ今のね、デザイン、まあ、デザイン的にもね、あとやっぱ Air と Pro って結構前に今の段階と似通ってるというか、まあ、違いはそんなわかんない。まあ見た目も一緒で、まあ重さっていうのもね、言うてそんな数百グラムの差なんで、差別化がね、全然まあできてないっていうところなんで、まあもっとやっぱエアを薄くね、やっぱ軽くすべきっていうのはね、まあ僕も思いますね、正直。で、またね、そのマグセーフの搭載っていうのも、MacBook Air もね、来るんじゃないかと。いうことですね。はい。まあ、前回のあの動画ですね、次のそのプロですね、14とか16インチ MacBook Pro のモデルに、まあ、マグセーフのその搭載ですね、っていうのがあると、お話ししたんですけども、まあ、やっぱそれ、新型のね、やっぱ Air の方にも搭載されるっていうね、ことですね。まあ、ちなみにそのマグセーフというね、昔のね、その Mac にね、使われていた、磁石でこうくっつけて充電するタイプのものですね。充電端子っていうのかな。で、今もまあ使ってる方ね、いると思うんですけどね。まあ、例えばその、まあケーブルとかをね、こう引っ掛けてですね、まあ引っ掛けちゃって、こう Mac が下にこう落ちちゃうみたいな。落ちて、まあまあわかんないけど画面が割れちゃうとか、まあ傷がついちゃうとか、まあそういうことはまあ防げたりとか、まあそういうのはなくなるとか。まああとはメリット的にはやっぱ高速充電がどうやらなんか、タイプ C、今のサンダーボルトよりはちょっと早いっていうのと、あとまあ仮に今僕考えてみたら、そのマグセーフで充電できればですね、まあ仮に今ポート2つしかないんですけど、左側に。まあ例えばその逆にそのポート2つ開くんで、まあ例えば外部ディスプレイに接続したりとかは結構便利になるのかなっていうところはありますね。まあただですよ、まあただ、まあでも別でそのケーブルがまた別途ね、マグセーフで必要になるっていうのはちょっとどうなのかなっていうのも、まあ正直ありますね。まあ一応 USB Type-C のポート自体もまあ残るっていう感じなので、まあ、使いたい人はマグセーフ使うような人は、まあ、タイプ C で充電するとか、まあ、そういう選択肢がある感じはまあいいかなと思います。で、また、次期のそのプロのね、14とか16インチにはですね、まあ、SD カードスロットが、まあ、復活するんじゃないかみたいな、話はあったんですけども、まあ、今回の AI については、どうやら SD カードスロットについてはまだね、まあ、記事の中では言及されてなかったですね。はい。今のところなんで、まあ、どうなるかちょっとわかんないっていうところ。まあ、一般の方はね、そんな SD カードね、今の時代、まあ、デジカメとか使わないと思うんで、まあ、あんまり使うことないんじゃないかなって、まあ、確かになくてもいいのかなって、まあ、思う気はね、するんですけども、まあ、ただ個人的にはね、僕やっぱ動画とかね、まあ、写真とかも撮ったりするので、やっぱ取り込むときにね、やっぱ SD カードを揃ってあった方が、まあ、便利かなと。はい。まあ、そういう人は、まあ、結局プロ買えっていうことなんで、これはまあ、わかんないですけどね。この新型 MacBook Air に、まあ、搭載される、チップですね。中身。まあ、何が搭載なのか、M1X なのか、M2 なのか、みたいなところなんですけども、性能についてはね、どういったチップが使われるかっていうのは正直ね、まだわかりませんっていうね、ところですけども、もしかしたら、まあ、予想としてはそのプロの14インチに使われるものと同じものとかが乗るんじゃないかなと、まあ僕は思ってるんですけども、まあ仮なんで M1X とか、まあ M2 とかになるのか、これしてくれれば結構嬉しいかなっていう感じで、まあなんで結構ラインナップ M1 とかもそうなんですけども、まあ、中身のチップとかはね、Air と Pro で同じなので、まあやっぱ iPhone のラインナップとね、結構やっぱ似てるんですよね。まあなので、まあプロが出て同じようなチップを搭載してくるんじゃないかと、予想しております。まあこれはわかりません。まあいずれにしろね、まあレビュー動画とかでも、見ていただいた方ね、わかると思うんですけども、まあ M1 の時点で正直ね、4K 動画とか、サクサク、まあ10ビットとかちょっと厳しいんですけども、編集できちゃうね、性能ではあるので、まあいずれにしろその M1 よりも高性能なものがね、まあ乗ってくるのは確実ですので、まあそんなまあ別に心配する問題ではないかなと思います。で、また新たにね、面白いのが、15インチの MacBook Air の計画もあると。まあ、あるんですけども、ただですよ。だから、Apple は、まあ、そこまで、まあ、前向きに、じゃあ15インチの Air をね、出すっていう感じではないって。まあ、可能性としてはちょっとね、やっぱ低いとは思うんですけども、まあ、ただ昔とかね、MacBook Air が出た時は、11インチと、13インチの、まあ、2つのね、ラインナップがあったので、まあ、ありえない話じゃないんじゃないかなと、まあ、個人的には思いますけども、まあ、またね、例えばじゃあ今の段階でですね、大きいね、画面の Mac が欲しいみたいな方がね、仮にいたとして、で、
まあ、その場合の選択肢って、まあ、今プロのね、まあ、例えば16インチとかしかないわけですよね。まあ、でも性能としてはね、そんなでもそんな高性能なもので、ね、いらないよみたいな方も、いるんじゃないかなと、まあ、思うんですよね。まあ、そういった方に関しては結構刺さるというか、15インチでも。はい。ただね、その需要が、じゃあ実際どれぐらいあるのかっていうところですよね。まあ、アップルはどうしてもその今もうね、超大企業なので、超ビジネスライクなわけですよ。まあ、出して売れないっていうね、ことが分かってて出すってことはないと思うんで、挑戦として1個あるかもしれないけど、まあ、そういう意味ではちょっと可能性的には、まあ、低いのかなって思います。まあ、今後にちょっと注目っていうところですね。まあ、またここもなんか新しい情報出てくれば、シェアしますので、まあ、ぜひチャンネル登録しておいていただければと思います。はい。で、気になるね、新型 MacBook Air の発売日ですね。はい。これじゃあいつになるのかところなんですけども、早ければ、もしかしたら年内もあるかもしれないっていうところです。まあ、年内のまあ後半っていう書き方がされてましたね。後半以降に出るかもしれない。まあ、それか、まあ、濃厚なのはやっぱ来年ですね。来年のやっぱ前半。2022年の、まあ、おそらく1月から、まあ、3月の間とかあたりなんじゃないかなと。まあ、ここが結構濃厚かなとは思ってます。まあ、ここもちょっとなんか、まあ、リーカーの人とかで、まあ、記事とかで、まあ、意見が分かれてたりするので、まあ、なんとも言えないっていう感じなんですけども。まあ、ただ、まあ、言えることは、そのプロですね。まあ、14とか16インチプロのモデルより先に出るってことはね、まあ、まずないんじゃないかなと思ってます。まあ、どうしてかっていう、まず、まあ、プロのその13インチの、今、その上位版っていうのはまだインテル版で残ってるので、まだそのアップルシリコン置き換わってないんですよね。まあ、まず多分さ、順番的にそっちが先っていうのと、まあ、おそらくその M1X とか、新しいチップを先に、まあ、プロを出して、その前にエアーを出すってことはね、まあ、非常に考えづらいというか、まあ、おそらくハイエンドなものを先に出してくると思うんで、そういったことで、まあ、順番的にはプロが出てから、まあ、その後、なんか数ヶ月空けてからエアーが出るのか、まあ、来年か、みたいな、形だと思います。もう非常にこう、一番気になるところですね。M1 の、じゃあ今、エアーのね、モデル、M1 のエアーを、じゃあ今買っていいのか、待った方がいいのか、それともね、新型を待った方がいいのかっていうところなんですけども、非常にこれ難しいところではあるんですけども、まあ基本的に、まあ僕は、まあ僕も使ってるんですけども、実際に。まあ僕は全然買っていいと思いますね、M1、うん、のエアー。まずね、まあ一個、知っておいていただきたいこととしては、今 M1 の MacBook、あ、いや、M1 じゃない、新型の今言ったね、MacBook Air っていうのは、まあ、今のモデルと置き換わる形ではなくて、ハイエンドモデルとして入ってくるっていう。ところなんですよね。まあ、なんでその M1 のエアと置き換わるっていう形ではなくて M1 のエアも残るということです。M1 のね、じゃあ上のモデルになると、じゃあ価格はねどれぐらいになるのかっていうね話なんですけども、はい。まあ、なんで価格もね結構上がるんじゃないかなと。この可能性が高いと。はい。じゃあいくらぐらいになるんですかっていうところですが、まあ、あくまでこう想像ではあるんですけども、大体今の MacBook Pro の13インチと同じぐらいの位置づけになると思いますので、まあ、少なくとも13万円台ぐらいから、になるんじゃないか。今13万4800円税別からなので、まあ、そこら辺に近い、価格になるんじゃないかと思います。まあ、どうしてかっていうと、まあ、さっきも言ったように、新型 Air の登場で、まあ、M1 の今の Air と置き換えるわけではなくて、その上にこう入ってくる感じですね。でなるので、まあ、間を取ってそのぐらい値段になるんじゃないかなと。これでも逆に言えば、そのエントリーモデルとしてね、今のその標準の、MacBook Air の M1 のモデルは、まあ、残るので、その標準モデルのコスパ最強っていうのは、まあ、変わらないわけですね。新型が出ても、そこはね、結局その事実としては一緒なので、なんで、ま、結論としては別に M1 Air ね、今買ってもいいんじゃないかなと、僕は思います。まあ、まだ実際その新型が出るまで、まあ、早ければ年内ですけども、まあ少なくとも秋より後ろにはなると思うんで、まあおそらくでも今の状況とか考えるとやっぱ来年とかになりそうな気はしますけどね。生産の遅れとか出そうな気がしますんで、まあ運が良ければ年内みたいなイメージですかね。まあただやっぱ新型のエアーっていうのも、まあ最近ね、最近でおそらく一番の本当にアップデートになるというか、ここほんと5年ぐらいでね。まあやっぱアップルシリコンのおかげで性能とか、バッテリーとか、まあそういうのは犠牲にすることなくですね、非常に軽くて薄いっていうの、軽くて薄いね、まあ、本体になると思うので、あとまあ端子とかの問題もやっぱ今のモデルからね、改善されて、まあマグセーフ搭載とかね、まあもしかしたら15インチも来るかもしれないし、まあなんでやっぱ今年はね、プロのモデルとかも含めて、5年とか10年に本当に5年10年に一度のね、本当 Mac のこの大変革がようやく来るので、まあめちゃめちゃ楽しみだなっていうところですよね。新しいね、プロの、まあ、例えば14インチとか16インチについては、まあ、前回動画で、ね、お話ししてますので、こちらもぜひね、ご覧いただければと思います。あと、まあ、M1 の MacBook の、今のモデルのレビューもありますので、長期レビューもあるので、
よろしければご覧ください。ということで以上が新しい情報でしたね。はい、皆さんはね、ちょっとこの噂というかリーク情報ね、どう感じましたかっていうところですね。はい、まあ、気軽にちょっと概要欄下のね、コメント欄から、コメントいただければと思います。全部見させていただいております。あと、まあ、ツイッターとかも、僕やってますので、日々更新しておりますので、まあ、最新情報とかね、他の、まあ、テクノロジー系の情報とか、ぜひね、フォローもお願いいたします。で、こちらの動画少しでも役に立ったと思いましたらですね、グッドボタンとね、チャンネル登録、まあ、特にチャンネル登録ですね。あと、まあ、通知ベルとかも、押していただければすぐ最新情報届きやすくなりますので、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。